はい、これはまつりさんを外に連れていくときに使う折りたためるキャリアですね。こんぐらいのサイズになると結構ね便利ですよ。で、なんでこれを取り出しているかというと、まあ、言わずもがなんですけど、まあ、ちゃんお出かけです。お出かけっていうかね、動物病院ですよ。たまに行ってるおしっこ検査、いろいろと健康検査的なやつをやってもらいに行きます。でもそんなこととはつゆ知らず、まつりさん。ほぼ行ってるうちに出来上がりましたね。完成。まあこの中に敷いてあげるかどうかぐらいですかね。まつりさんを入れてもレッツゴーできますけど、予備のおむつとかが入ってます。おむつ入れてあるよ。一つ入ってますよ。穴開けて偉いですね。私偉い。そうですね。今日は黄色いです、お姉さん。松井さんはそんなこととはつゆ知らず、お姉さんの布団で今寝てますね。リアクションが楽しみですね。見つかっちゃいました、このバッグが出てるの。松井さんに見つかっております。なちゃん、ちょっと待ってて、ね、洗濯物をやってきますから、もう少しね、あの自由の身を満喫しといてください。いない。まるちゃん、いました。逃げてる。逃げちゃダメだ。逃げ隠れしてる。はい、行きましょうね。はい、お姉さんがまるちゃんキャッチ。よいしょ。はい、嫌がってます。絶対これに入れられるじゃんって分かってる。かわいいですね。はい、頑張っていきましょうね。ちゃんと検査するようなおしっこも採取しております。これね。ごめんね、でもあなたのためなの。可愛いですね。全部閉めちゃうとあれかなと思って。大丈夫だよ、まーちゃん。じゃあレッツゴーですね。めっちゃ抗議するやん。ごめんって。ごめんって。ね、早くね、行ってね、健康であることを確認してもらいましょうね。診察前。めっちゃ儲けとる。はい、帰ってきたまつりちゃん。よかったね、私の方が嫌。心待ち。はい、オープン。よかったね。あっちだよ。あれ出てこないね。気に入った？そこ警戒してんの。出させてもらえず。
まっちゃん怖くないよ。警戒されてもう捕まらないわ私みたいな。まっちゃん、まっちゃんお家帰ってきたね。無事帰ってきたよ。あ、そんな。よかった、撫でさせてもらいました。めでたしめでたし、検査結果特に異常なく良かったですね。落ち着かねえ。はい、病院頑張ったまつりさん。ストレス発散中。バリバリでストレス発散中です。いいね。もうね、病院出たらね、お昼になっちゃいましたからね。よいしょ。何がいいですかね、人間は。猫は、とりあえず猫草あげようかな。病院頑張ったから。じゃん。これ。猫草はいつでも美味しいからね。ちゃんと食べれてないよ。こっち見てごらん。今日も見てる。いるかい？しょうがないな。はい。頑張ったからね。もう一本あげちゃう。お疲れ様でした。